皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは受験高校の選び方と、こういうタイトルでお話しします。中学3年生の皆さん、もうすぐ部活が終わって本格的に高校受験の勉強、これを始める夏休みがやってきますよね。英会講習を受けるとか、家庭教師についてもらって勉強するとか、またはウェブで勉強するとか、いろんな勉強ね、皆さん頑張ると思うんですけれど、すでにもう私はこの高校を受験するんだ、こういう理由でこの高校を受験したいんだと決まってる人、もうその人は OK です。でもまたどこを受けるか迷っている人、今回の動画を参考にしてください。受験する高校の選び方、私はこの2つのことをやってほしいと思っています。それは何かというと、1つ目が自分の将来から逆算して高校を選んでほしい。もう1つは自分の目で見て、実際に目で見て感じて受験する高校を選んでほしい。この2つです。この将来から逆算して選ぶというのは、高校を卒業してそれから自分がどうなるのか、これを想像してほしい、これを考えてほしいということです、ね、卒業してから大学とか短大、専門学校に進路を向けると、あるいは僕は勉強はダメだから就職するんだと、そういう人もいるかもしれませんよね。そういうことに目を向けて、漠然とでいいですから自分の将来、この姿を思い浮かべて、そしてそこから受験する高校を選んでほしいと、こういうことです。これはなぜかというと、実はこの迷っている人ですね、迷っている人、なぜ迷っているかというと、とにかく高校に合格すればいいや、で受験で合格すること、これはゴールになっちゃってる、こういう人多いんですよね。そういう人、受験が終わって合格しちゃったら燃え尽き症候群みたいに、こんな風になって高校に入ってからなかなかやる気が出ないっていう人が出てくるんですよ。そうならないためにも、高校受験で合格すること、これはスタートだという意識を持ってもらうために、ぜひ、ね、将来から逆算して選ぶと、こう考えて高校を選んでほしいと思っています。そしてじゃあ将来から逆算して選ぶのに何か参考になるものはありますかというと、あるんです。それは各高校で出している高校のパンフレットがあると思うんですよ。そのパンフレットの中に載っている卒業生の進路の欄、これを見てください、ね、進路のところにはどこどこの大学に誰がとか、何人くらいが合格していると、どこどこの大学はどのくらい、専門学校はどんなところに行っているとか、就職している人が何人いて、どんなところに就職していると、こういうところが載っているんですね。こういうものが載っている。ですから、そういうところを見て、あ、自分に、ね、自分の将来に合っているのかな、どうなのかなって判断して選んでほしいというのが、まず一つ目です。二つ目は、自分の目で見て決めるということです。実際に高校受験して合格したんだけど、あ、自分が思っていたとは違った。いや、全然違うと。思っていたのは違うと。授業も違うと。という人が出てこないように、実際に自分で見てください。一日体験入学とか学校説明会に参加して、学校生活についてとか勉強について、授業の内容について、で勉強と部活のバランスについてなど質問して、そして納得してその高校を受けて合格を目指してください、ね、もちろん合格しなきゃ話にならないんでね、合格を目指して合格してください。で、今ね、あ、実は行きたい高校あるんだけれど実力がという人もいるかもしれません。そういう人はぜひ今からでもまだ間に合います、ね、半年ちょっと、6ヶ月ちょっと高校受験まであるので、今からこの6ヶ月間を、目標が決まったら一生懸命ね、勉強できるんですよ。目標がないとついついダラダラ勉強するということになっちゃうこともあります。ですからこれを参考にして、僕はこの高校を受けるんだ、
ね、目標がここだという目標を決めて、ぜひそれに向かって頑張って勉強しましょう。目標があると頑張れます。目標がないと怠けちゃう人多いんですね。ですからこれを参考にして受験高校目標の高校を決めて、ぜひ夏休みから、ね、部活が終わった夏休みから一生懸命勉強して希望する高校に合格していきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。